はい、おじです。さあ、今回はね、こちらの話題になります。5G 基地局1万局を突破ということで、いや、超すごいじゃんかというお話になります。楽天モバイルです。ビョン。はい、えー、IT メディア、ね、楽天モバイルに効く通信品質向上の取り組み、5G 基地局は1万局を突破という話題がありました。ね。 で、まあ、内容をね、ちょっとサクッと見てみると、楽天モバイルのモバイル回線は、4G では 1.7GHz 帯 5G では 3.7GHz 帯と 28GHz 帯を運用している。同社はサービスイン当初からネットワーク仮想化を進め、効率よくエリア拡大を進めてきた。ということです。まあ、おじいのところの住んでいるところはね、あの、ほとんどないけどね。<laughs> 5G 基地局は1万局を突破。24年3月に向けてエリア拡大を加速させるということです。5G のエリア拡大を加速させるということです。もう 4G どうでもいいのかな。楽天モバイルの 4G 基地局は2023年6月時点で58,343局が開設しており、 楽天回線のみの人口カバー率は98.7%に出した。5G 基地局は2023年6月時点で1129局が開設しているが、カバー率は公表していない。どうしてカバー率を公表してないんだねえ。1129局が開設しているけども、空発信か結局、 えカバー率を公表してないって怪しいぞ。はるみさん、どうなんだこの内容は、ねえー。同社が総務省に提出した 5G 基地局の認定開設計画は2023年度が最終年としてなるため、2024年3月に向けて 5G の局数を増加させていきたいと武志氏は意気込む。 でも、5G 基地局の認定解説計画が2023年度が最終年となってるのに、あの、大丈夫で、えー、まあ、通信品質向上の取り組みということでね、5G 基地局の拡大ということで、2021年の1月から2023年6月までね、ほんやーって感じでね、 こうなってるらしいです。ね。で、まあ、この間にね、まあ、いろんな経費がスーパーカーに化けちゃったのもあったけども、ね。まあ、とりあえずこうなってるらしい。全47都道府県において、5G 屋外基地局を展開ということなんだね。こういったものがね、ポコ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 見かけるでしょうかえ、ね、おちいの地域では見かけないけどね。 それで,で、楽天モバイルのね、公式のページを見てみることにしました。はい。でね、この、水色。ね、この青いやつが楽天回線 5G のミリ派のエリアになります。で、えー、こっちが楽天回線の 5G のサブロックエリアになります。まあ、あの、なんちゃってってやつだね。で、こうやって見ても、東京、 神奈川、静岡、浜松、で、京都、大阪、ね、神戸、広島とか、こうやって見てみても、その、青はほとんど何もない。で、グリーンがほんのちょっと薄いのがあるぐらいだなーって感じで、まあ、ズームしてみると、まあ、関東、ね、まあ、千葉なんてほとんどないよね。 この東京のここら辺のエリアと、ま、川崎岡、山神奈川あたりで、ま、あんちシってのサブロクがあるぐらいよ。ね、あるよっていうぐらいで、青いのがない、ミリ波はほとんどない。ね。ま、とりあえず当面、本来の威力を発揮するのはミリ波なんだけども、ま、なんちゃってで。ね、でもこんだけしかない。で、静岡はどうかというと、 青いところはね、まあ、ほとんどないです。で、サブロックエリアが、もうほんと、このちょーっと、こんだけだよ <laughs>。浜松の方がちょっと広いってどういうことよ。ね。はい。で、京都、大阪、神戸の方はね、まあ、ここら辺はまあ結構ちょっと広がってんのかな。でも、見えなくて何もないじゃん。ほとんど。ね。どういうこと はい。で、まあ、あ九州も、まあ、徳島講師とかも何もないよね、ここら辺ね。えー、福岡ですら、こ、これぐらいしかない。熊本もこれ、広島がこれぐらいだね。本当ね、これで1万曲突破大丈夫本当これ見てみると、この内容を見ると、4G がどんぐらい ?4 万曲 ?5 万曲 一して、えー、5万曲か。4G がこれで、5万曲解説して 98. 何、98.7%カバー率が。で、その5分の1、5G が広がったって、5分の1ないじゃん。大丈夫これ。大丈夫これ。この情報、合ってるこれ。これどういうことなの なんで最新マップ見ても、これだけなのこれ、どう考えたってさ、おかしいじゃんだって、これ、4G の基地国が5万8千円でしょで、5G が1万曲でしょまあ、6分の1ぐらいか。でも、どう考えたって、これ6分の1ないじゃんだって。この、この赤いのが4 g エリアでしょその6分の1ないじゃん どういうことこれ。で、それが、このカバー率は公表していないっていう、ここに繋がるわけだね。おい、総務省、しっかり調べろよ、こういうの。税金泥棒でおたらの、ね。はい、そんだけでね、これを見てる皆さんの地域では、まあ、シャブロクの 5G は使えてるんでしょうか ね。4G、まあ、あのー、4G よりもこの 5G が使えれば別にね、あの、お家の中でも何でも 5G が使えればいいわけでしょ結局。どうこの動画を見ている皆さんのコメントの6、6分の1ぐらいの人たちが、ああ、5G 快適に使えてるよっていう人がいないとおかしいってことだよね。結局。大丈夫 <laughs> <laughs> ね、はい、そんだけでね、まあ総務省はこんな楽天モバイルにプラスチャーバンドをね、えー、まあ茶番で与えることになるんだけど、どうなんでしょうね、基地局、なんか噂によると、全然あの、今基地局が全く増えてないっていう情報もね、なんかあるらしいんだけども、実際のとこどうなんだろうね。はい、今回はここまでになります。皆さんのご意見もお待ちしておりまーす。